東名駅は、かつて、北海道美梅市東名5条2丁目に存在した、三菱工業美梅鉄道線の駅である。1972年5月31日まで、運行していた、三菱工業美梅鉄道線の鉄道駅であり、美梅駅から3番目の駅であった。美梅市の東名地区に位置し、東鉄道が運行されていた頃は、地域住民の最寄り駅となっていた。 同線廃止後も駅舎が保存され、国鉄4110形状機機関車の同系機である2号機関車が保存展示されており、ビバイ市の観光名所の一つとなっている。太平洋戦争後、この地区に三井新ビバイ炭鉱の炭鉱住宅が置かれ、急速に人口が増えた。このため住民及び三井鉱山の西岸によって、当駅が設置された。 1962年の時点で、駅舎は、ビバイに向かって、左手南側の構内、ビバイ寄りに置かれ、駅舎前を通る貨物積み下ろし線を挟んで、ホーム上駅舎に近い位置に上屋を持つ島式ホーム1面2線を、有し、駅舎からホーム、ビバイ側帯へ、構内踏切で連絡した。また、駅舎の右側は、広い空き地になっており、貨物用の上屋もあった。配線は、 駅裏側が本線と直線の防線上に近く、駅標速2線が、片開け分岐で分岐する構造であった。当駅跡地では、2006年に、透明駅保存会が活動し、駅舎の保存と、一般開放などを行っている。当地へのアクセスは、ビバイ市民バス、ビバイ駅より、アルテピアツア駅バスに乗り、透明5条下車。1946年に完成された。 東名駅の駅舎は、三菱工業美バ鉄道線廃止後、美バ市に寄贈され、保存されて、現在に至る。なお、美バ鉄道の駅舎で残っているのは、当駅のみである。東名駅跡に展示されている2号機関車かつて、実際に、三菱工業美バ鉄道線で運行していた、国鉄4110形状機機関車と同系の2号機関車が、東名駅舎近くで、 保存公開されているが、日本で唯一公開されている4110、景気感謝でもある。プラットフォームもわかるような形で残されている。ありがとうございます。